ゲートインは最後に8番アスコーーーーンディープ入入ってゲートトり完了スタししました若干1番のエンタングルメントは後方まずはスタンド前さあ例によって8番アスコーンディープ内をうかがいながら先頭に立って内にコースを寄せて先頭に立って2馬身リード2番手は3番サトノヘリオス3番手は5番クリオミニーズ前から4投目2番鈴のマーベリックあとは2馬身後方に 6番エグランタインさあ第1コーナーを回って7番デルマ・グレムリン1番のエンタングルメント最後方に4番タイキラフターさあ小灯数ではありますが早くもばらけて1コーナーから2コーナー先頭8番アスクオンディープリードは1馬身半ほど2コーナーを回って向こう上面です2番手3番サトノヘリオス2馬身後方単独3番手5番のクリオミニーズ3馬身後方に2番鈴のマーベリックあとは6番エグランタイン 4番タイキラフターが2頭かわして上がっていってあとは3馬身後方に1番のエンタングルメントと7番のデルマグレムリンです最初の1 0 0 0ルは60秒ちょうどぐらい3コーナーカーブに向かっていきます先頭8番のアスクオンディープリードは1馬身キープ800を切っています2番手3番のサトノヘリオスじわっと上がっていく 5番のクリオミニーズさあ2番手に上がって先頭を追っていきます3コーナーから4コーナーそして後方にいた4番、タイキラフター3番手の外目さあ3コーナーから4コーナー内は6番、エグランタインです。 前から5番手には2番鈴のマーヴェリックさあ第4コーナーを回って直線に向いた先頭8番アスコーンディープリードは体半分先頭2番手は5番のクリオミニーズ外から4番タイキラフター内は粘って6番エグランタインですさあ4頭広がった坂を上がっていく残り200先頭8番アスコーンディープ一番進半リードをキープ4番タイキラフターと6番エグランタインこの2頭が迫っていくが8番アスコーンディープ迫って4番タイキラフターしかし8番のアスコーンディープ粘り切ってゴール 2着はどうか6番エグランタインか4番のタイキラフターか。